Yeah, come on in, Matt. Ladies first. You're laughing now, huh?信じられないかもしれないけど、メアリーは人間じゃない。あの追いかけてきた絵の女とかと同じゲルテナの作品の一つなんだと思う。この中におもちゃの鍵あるって書いてあったよね。そこが見えないんだけど、本当にこの中にあるのかしら。はあ、行ってみたらのーね。これメアリーのパワーで二人ともしたの。イブ、イブ、イブ、お願い目を開けて。ギャリーの声がする。二人とも落とされてる。イブ、ああよかった、大丈夫、痛いところはない。またの人形あるやんけ。赤いバラがない。やばい、落とされた時に手を離しちゃったのね。でもこの部屋のどっかにあるはずよ。急いで探しましょう。まずい。不気味な人形が笑っている。あ、やっとイブにもこれがあのやべえ人形に見えるんだな。おもちゃ箱の中やべえ、なんかこれとかもやべえじゃん。なんかこう、あ、これジャグリングの人じゃないこれ。あ、これまた頭がないぞ、頭がないぞ。どこだ、鍵はあるけどバラはないな。あ、これはさ、あの時のヘビの絵か。今までので見てきたやつらがなんかこういう絵になってるのね。奥に階段があるようだ。この先っぽいな。けど先に鍵を拾わなきゃいけないかもな。というわけで先におもちゃのキー。え、なに、私にプレゼント。メアリー。あー、わー、きれい、くれるの、ありがとう。わしの赤いバラ、あれってまさか。メアリー、あら、イブにゲリー、探し物は見つかった。それより見てみて、この子がくれたの、綺麗でしょ。メアリー、それ、そのバラは。え、ああ、もしかしてこれイブの、イブの通りで見たことあると思った。メアリー、お願い、それイブに返してあげて。どうしよう。イブ、返してほしいの。どうしよう、ここは返してほしいって言わずに、あえてね、あの言ってたじゃん、あのあげちゃってもいいさって思うって。ジョナさんのお父さんが言ってた。だから別にいいよ。な、何言ってんのよ。あれはここでは命みたいなもんでしょうが。メアリー、お願い。そうね、じゃあギャリーのバラと交換して。トゥルルーン。ギャリーのバラって青色だよね。私赤も好きだけど青はもっと好きなの。ほら、だからこの子も青なの、可愛いでしょ。やっぱり可愛いものは撫でてあげたくなっちゃうよね。で、どうするの、交換する。う、選択肢がなんかやだな。なんか言うのもあれだし、じっと見つめ返すか。いやでもな、これも瞳で訴えてる感がすごい嫌なんだけど、じっと見つめ返してみるか。いいんだよっていう意味の。でもなんかギャリーは優しいからな。そんな目で見ないで、イブ。心配しなくて大丈夫よ。私に任せなさいな。わかったわ。私のバラとイブのバラ交換してちょうだい。本当？いいの？やった、綺麗な色。持てちゃった。ほら、大事にしなさいよ。ここはありがとうだよね。ん？ああ、気にしないでいいのよ。これでやっと借りが返したわけだしね。バレならほら、今からメアリー捕まえて取り返すことできるんだしさ。頑張りましょう。きっともう少しよ。だといいんだが。なんだ？何？なんか部屋の空気が。ファ。わ、何よこいつら。イブ、急いで出口に向かうのよ。どこだろう？上かな？さっきの鍵だと上かな？うわー、
怖ー。大丈夫大丈夫、俺こういうの避けるの得意なんすよ。意外とあさりなんか言ったな。好き、あっ、虫ってる、もしかしてだ、大丈夫か、ギャリー。嫌い、ギャリーやばい、ギャリーがダメージ負ってる。好き、あ、やばい、イブ、ちょっとイブ、あのさ、悪いんだけど先に出てくれない？私ちょっとごめん、何と言ったらいいのか。嘘なんてつきたくないんだけど、本当のことも言いたくない。動けるようになったら追いかけるから、先に行ってて。先に行ってて。ギャリー、むしられてる。鼻占いされてる。やめて、鼻占いしないで、それで。超。好き、嫌い、好き、嫌い。めっちゃむしってる。好き、嫌い。好き。全部むしられたんだけど。はい、やった、これで私のバルの杭だけが残っている。 これどうなって、茨が道を塞いでいる。ギャリーは眠っている。ギャリーの手にライターが握られている。とりあえず持ってっとくか。あ、なにこれ。じゃあ諦めよう。あ、キャンディーを食べるか。うん、こんだけしか持てないのね。ギャリー、どうしよう。キャンディーを持っておいた方がいいのかい、どっちなんだい的な。とりあえずちょっと先見てみるか。あ、ライターがあったらここをなんとかできんのかな。よし、アメちゃん食べちゃおう。キャンディーを食べる。借りた。飴美味しい。で、ここに使ってみるとか、ライターを使う。お、燃えた。で、ゴー。は。メアリー、イブ、何してるの？なんで？どうやってこの部屋に入ったの？ここはダメ、ダメよ。お願い、早く出てって。早く。早く、早く、早く！ひぃー！ここから出たいけー！ひぃー！いやー！ひぃー！ブッ！ゲームオーバー。そんなー。メアリー超スピードだったんだけど。諦めない。とりあえず真正面になかったから、もう突っ込んでそれを触る。それっきゃない。出ていけー。いーやっ、おお、なんだこの選択肢。メアリーの絵なんだこれは。さて、メアリーの本体か。外す、破る、燃やす。外したらどうなるんだろう。硬くて外せ、うん、じゃあ破る？なんかね、燃やすはね、できない気がなんとなくするんだよな。あの、硬くて破れないとかなんのかな。なんかライターの火あんまりもうないって言ってたからさ、どうなんかなって。やってみよう、破っちゃえ。えい、あ、燃やしましょう。ひー、まあしかし実際これメアリーやっちゃっていいのかね。まあ物は試しに。えい、イブ、ダメ、やめて。またメアリーを始末したかったわけでもないんだけどな。あ、嫌だ。あー、本体だから。紙の燃えかすのようなものとパレットナイフが落ちている。
これでメアリーをやってしまってよかったんだろうか。結局だってもうキャリーはこんな感じだし、眠っているか、もうどうしようもないんだろうか。このバルの茎だけもなんともならんしな。なんか急にここに来て一気にパーティーメンバーが減ってしまった。ちなみにこれバラの茎を水に浸したらどうなるんだろう。浸したら、ああダメージ落ちちゃったよ。良くない水なんですね。メンバーが減ってってしまったが、とりあえずおもちゃの鍵はゲットしたが、ちょっと私もダメージを食らったのでいけると。なんか最悪の方向に行っているような気もするが、真っ黒、なんかさっきみたいな絵の、ああ入り口に来た、美術、あ入り口に来た時、入り口に近いとこというか受付だな。懐か、久しぶりに見たわこの場所。ちょっといろいろ建物は黒くなってますが一緒だな。ここからどうなってくんだ。とりあえずちょっとこの辺ぐるっと見つつ、ってなるとやっぱこの上の場所かな。うんの世界、一度入るともう戻れない。ここでの時間も全て失う。それでもあなたは飛び込むの。あライトがピカー、額縁がなくなっている。ええ、もう少し様子を見る。ああ戻った。え飛び込めばよかった。バッドエンディング、一人ぼっちのイブ。あー飛び込めばよかった。じゃあとりあえず、よしじゃあもうここは思い切って飛び込む。ポンイブ、あれギャリーイブ、もう探してないよ、一人で勝手に行っちゃって。後で行くって言ったでしょ、ったく心配したんだから。大丈夫だったのギャリー。そりゃそうとイブ、出口のようなところ見つけたのよ。こっちじゃなくて向こうなの、一緒に行きましょう。あれおかしいな、おかしいな。行きたいけどちょっとあまりにも怪しいので嫌だ。え、どうしてよ、せっかく出られるかもしれないのに。この家から帰れるですって、そんな保証どこにもないじゃない。いや、俺さっきそれで躊躇してバッドエンディングにしちゃったんで。ほら、行きましょう。おいで。イブポーン。ファ。ん？何をしていたのか思い出せない。あ、思い出せないんだ。元に戻ってんのかな。ああ元に戻ってる。またみんないる。ああ一緒だ。元の世界に帰ってきた。そう、さっき優柔不断で躊躇しちゃったせいで死んじゃったからな。死んじゃったというかバッテンになっちゃったからな。あでもお父さんお母さんは、ああでもここにいる。おっかさーん、アライブ、ついさっきお父さんがあなたのこと探しに行っちゃったわ。入れ違いになっちゃったみたいね。パーパー、パーパーどんな人だったっけ。あギャリー忘れられた肖像、眠っている男性が描かれている。ノーイブ、ここにいたんだね、探してたんだよ。やっぱり一緒に見てもらわないか。せっかくみんなで来たんだし、お母さんもイブと回りたいって下で待ってるよ。イブ早くおいで。
切ない、ゲリー助けられなかったエンディングか。エンディング、忘れられた肖像、あ、バットでも何でもなく、新ゲルテナ店が解放された、隠しダンジョンが解放された、おまけエンディングが解放された、2周目以降のデータでいけるようになります。こげー、どうやって2周目始めるの、始めからでゲームを遊ぶと2周目のデータになります。2周目のデータはセーブ画面のアイコンにダイヤマークがつきます。ほほー、これでとりあえず一つのエンディングがいたぞと。何これ、新ゲルテナ店、おまけのあれみたいな感じか。あーで、これなんかあれだな、自分が知ってるやつ知らないやつがあるわけだな。ちょっとこれは一旦後にしよう。さあ、これであえてギャリーに引っかかってみるとどうなるのか。今やっぱりいい子ね。さあ、それじゃあ行きましょう。たださっきの経験則から言うと、こっちに帰らないともう帰れないんだが、あ、一緒だ。結局バッドエンディングなのね。あ、普通にいけた。そう、今回メアリーを燃やさずやってみたんだよね。その場合どうなるんだろう。ん？何をしているか思い出せない。ここまでは一緒だな。あ、なんかここのギャリーの絵が変わったな。あれ、あ、あ、あれ、ねえお母さん、今日の夜ご飯何？もうメアリーいたらもう夜ご飯の話？だってお腹空いたんだもん。あ、おかえり。ん？勝手に兄弟になってる。イブ見つけたよ。あら、まイブどこに行ってたの？お母さん、イブと一緒に見て回りたかったのに。まあいいじゃないか、イブだって一人で静かに見て回りたかったのかもしれないよ。そうなの、イブ。さあ、それじゃあそろそろ帰ろうか。メアリーがお腹空いてるみたいだし。そうね、私も喉が渇いちゃった。カフェでも寄りましょうか。わーい、カフェ。イブ、カフェだって何があるのかな、楽しみだね。じゃあ行きましょう。うん。よかったわね、ゲルテナテ。ああ、イブとメアリーにもいい刺激になったんじゃないかな。うん、すごくよかったよね、イブ。ポケットにキャンディーが入っている。あ、キャンディーだ、ちょうだい。おいしい。あ、ギャリーの。ねえイブ、帰ったら何して遊ぼうか。う、考えるだけで楽しみ。これからずっと一緒にいようね、イブ。髪の色全然違う姉妹だけど、エンディングいつまでも一緒。まあ、なんだろう、まあ、メアリーはちょっとギャリーをやっちゃったというのがあるけれども、まあメアリー自体はなんか本当に悪い子かよくわかんないから、なんかあれはあれでありな気はするが、ギャリーをどうにかしたいにゃ。